お手玉。はい、ということで今日紹介するもの、今自分の手元のところで、お腹のところでぐるぐるお手玉のように回しております。高原しぐれです。はい、ということで今回ご紹介しますのはこちらですね。ガチャガチャになります。ついにお披露目。このガチャなんかすっごいがっしりテープではまられてるんで、これちょっと外していきたいと思うんですけれども、あのこちらですね、名探偵コナンの、カプセルラバキューっていうやつですね。あのラバストなんですけど、何吸盤がついていて、ペタって冷蔵庫とかいろんなところに貼れるペッてできるやつになります。でこちらまずね、前もちょろっとね、なんかコナン日記かなって言ったんですけど、まずねこれ出会ったタイミングがですね、まあ、すごい地元の商店街とかね歩いてたんですけど、普通に歩いてて、でゲーセンの前通りかかったんですよ。その時にそのコナン日記じゃないや、多分グッズ紹介で言ってるわ。その時にですね、コナンのガチャガチャがちょうどね映画やってる時期でもあったんでありまして、その時にねなんかコナンの台が、いくつか並んでる中で上と下上下に2台あったんですね。でその2台の中の上の方のガチャガチャがなんかすっごい変な話ですね、すっごい呼んでるなって思ったのでこれはあいちゃん出るかもしれないって思って、なんかすっごいどうしても気になってしょうがなくって、その場を離れることができなくなりまして、で、千円札を崩し両替して1回まず引いたんですよ。1回まず引いたらですね、ちょっと待ってね、1回引いたらまずこれ、この方安室さんが当たってですね、なんとシャキンシャキンシャキン、こうするとピントが合う、不思議、合わないな、難しいから、こうだ、あ、合いましたね、ありがとうございます。あ、当て、そう、1回目引いたら安室さんが当たってですね、あ、安室さんだって思ったんですけど、それでもどうしてもやっぱり気になるからどうしようかなって思って、いやでもめっちゃ気になるから絶対次とかその次引いたらあいちゃん出る、いや次出たら、次やったらあいちゃん絶対出るって思ったんですね。そしたらですね、なんとあいちゃんが出ました。ひょ、あ、来た、見てめっちゃ可愛いでしょこのあいちゃん、ほら可愛い、すごい可愛い、笑ってるの、ニコって、でこの裏吸盤がついてるので、これで冷蔵庫とかいろいろなところにペッて貼れる、もうなんかペッて貼れる、こんな感じですね。なんですよ、あいちゃんが出てきてくれたの、さあ、あいちゃん来てくれたと思ってやったーみたいな思ったんですけど、でそれでじゃあもうあいちゃん出たからいいやと思って帰ろうかなって思ったんですけど、まだね、それでもまだすごい気になって、え、な、もう一回回したら多分コナンが出るかなって思って引きました。そしたら出ました、コナンが、じゃーん、ほら来た、めっちゃこれも可愛いでしょ、すごくないですか、やばいっしょね、怖くないですか、もうさ、この並びで来てくれたんです、あー可愛い、この絵、いやー並んでんの可愛いわ可愛いでコナンが当たって、もう私の中でもう気持ち的にフィニッシュしたんですね。でフィニッシュしたんだけど、これこのまんま行くんだったらワンちゃんもう一回引いたら風見さん出るんじゃないかなと思って引きました。引きましたら安室さん上司が来ましたちょっと部下出してくれなかったなので私安室さん2回引いたことになりますね。
んで、こちらラバスですね。そんなびっくりなあやちゃんとコナンとアムロさんが当たるっていうね、とてもびっくりな夕暮れ時でした。それお普通に何の帰りだったかな、お仕事帰りかなんかの時に普通に寄って見たらね、引いて当たったんですよね。ちなみにこれ他のキャラもいまして、これですね、まずはこのカプセルラバキュー、こちらでコナンとあえちゃんがいて可愛いな。でじゃーん、おっちゃんとスバルさんとアムロさん、それから風見さんですね。この風見さん可愛くない？これすごい欲しかったの、マジで。だけどね、やっぱあのね、来てくれなかったですね。とりあえずコナンとアイちゃんとアムロさんがかける2で来ました。またでですね、そんな出てコナン日記とか、ここのグッズ紹介での何ですか、争奪戦みたいなのやると絶対にあやちゃん来てくれないんだけど、こういうね街中にあるガチャとかだとね来てくれるんですよ。っていうか呼んでるのが分かる。なんかあ、すっごいこのガチャ気になるな、めっちゃ気になる。多分これ引いたらあやちゃん出ると思ったら大体あやちゃん出ます。なんと今回に関しては星が2人も出てきてくれました。とても嬉しい。ありがとう、ありがとうガチャ、ありがとうゲーセン。ということでコナンカプセルラバキューのご紹介でございました。高原でした。かわいい。最後までご視聴ありがとうございました。いただいているコメントなどすべて読ませていただいております。これからも励みにしたいと思いますので、どしどしコメントいただけたらと思います。そしてよろしければチャンネル登録お願いいたします。ではでは、また今後もご視聴お願いいたします。高原でした。